ローリングストックってご存知ですか？ローリングストックは災害に備えた食料備蓄に有効な方法なんです。まず朝、昼、晩の3食をイメージしながら合計4日分の備蓄する食料を用意しておきます。次に月に1回程度日を決めて賞味期限の近いものから順に1食分を食べていきます。食べた分を買い足して補充します。そうすると4日分の備蓄がちょうど1年で新しいものに入れ替わります。備蓄する食料は飲料水のほか停電の際にも保存できるレトルト食品やフリーズドライ食品などがいいでしょう。また常温保存できる野菜ジュースや子ども向けにはお菓子類もおすすめです。いつ起こるかわからない災害のために7日間の備蓄ができればさらに安心です。まずはできる範囲でもしもの備えを始めてみましょう。